2016年中国杯は2016年に中華人民共和国で開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による 2016-2017ISU グランプリシリーズの第5戦である。2016年中国杯は2016から2017年シーズンに開催された中国杯。 2016年11月18日から20日にかけてシニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が北京の首都体育館で行われた。今大会開催国の統括団体である中国スケート協会に対しては各種目で最大3人の出場枠が用意された。男子シングル9月1日、超鶴が追加招待された。10月27日、 超鶴が出場を辞退した。11月9日、村上大輔が右足甲の怪我で出場を辞退した。女子シングル9月1日、李工業が追加招待された。ペア9月29日、アレクサシメカ・クリス・クニエリムが病気の治療のために出場を辞退した。9月30日、ジェシカ・ファンド、ジョシュア・サンティラン組が追加招待された。十月十七日、随分生 反層組が出場を辞退し、大雪館・大来組が追加招待された。アイスダンス9月1日、リニ臨時市イ愛好用組が追加招待された。10月17日、リニ臨時市イ愛好用組が出場を辞退し、層林書、ソン・イズルナル組が追加招待された。各競技の上位成績者には、2016、2017、 ISU グランプリシリーズの他大会と同様に以下の賞金が与えられた。競技後のエキシビション出演を断った場合は、賞金から3000ベイドルを差し引かれるとされた。競技賞金がなかった選手のエキシビション出演には、シングルで200ベイドル、ペアアイスダンスで一組につき300ベイドル支払われるとされた。ありがとうございます。